二次構造、二次構造、二次構造は、タンパク質や核酸といった生体構分子の主差の部分的な立体構造のことである。本校では、タンパク質の二次構造を扱う。タンパク質の二次構造は、タンパク質の極色分の三次元構造である。最も一般的な二種類の二次構造要素は、アルファーヘリックスとベータシートであるが、ベータターニアも見られる。 二次構造要素は通常、タンパク質が三次構造へと折りたたまれる前の中間状態として自発的に形成される。二次構造はペプチド中のアミド水素原子とカルボニル酸素原子との間の水素結合のパターンによって形式的に定義される。二次構造は別法として 正しい水素結合を持っているかどうかにかかわら、の特定の領域における主査の二面角の規則的なパターンに基づいて定義することもできる。二次構造の概念は1952年にスタンフォード大学のによって初めて発表された。核酸といったその他の生態構分子も特徴的なを有する。最も一般的な二次構造はアルファヘリックスとベータシートである。 サンヘリックス及びパイヘリックスといったその他の螺旋はエネルギー的に好ましい水素結合パターンを持つと計算されるがヘリックスの中心における不利な主差の詰め込みのためアルファヘリックスの末端を除いては天然のタンパク質では滅多に見られない。 ポリプロリンヘリックス及びアルファーシートといったその他の身長構造はのタンパク質では稀であるが、タンパク質の折りたたみの重要な中間体として、しばしば仮定されている。しまったターンとゆるく柔軟なループはより、常連の二次構造要素をつなぐ。ランダムコイルは、真の二次構造ではないが、正規の二次構造の欠如を示すコンフォメーションの1、分類である。アミノ酸は、 様々な二次構造要素を構成する能力にそれぞれ違いがある。プロリン及びグリーシンはアルファーヘリックス主刷の規則性を混乱させるためヘリックスブレーカーと呼ばれることがある。しかしながらどちらのアミノ酸も特有の立体肺座脳を有しており単中でよく見られる。タンパク質中で螺旋肺座を取りやすいアミノ酸にはメチオニン、アラニン、ロイシン、グルタミン、リシンがある。 アミノ酸の一文字表記で、マレック。対照的に大きな方向属残器、トリプトファン、チロシン、フェニルアラニン及び C 分岐アミノ酸、イソロイシン、バリン、スレオニンはベータサファイザを取りやすい。しかしながら、これらの傾向は、配列のみから二次構造を予測する、信頼性のある手法を確立できるほど強いわけではない。低周波集団振動は、 タンパク質内の極部合成に敏感であると考えられており、β 構造は α 構造あるいは不規則タンパク質よりも一般的に合直であることが明らかにされている。中性子散乱測定は 1THZ のスペクトル特性を β バレルタンパク質 GFP の二次構造の集団運動を直接的に結びつけた。 二次構造中の水素結合パターンは大きく歪んでおり、これが二次構造の自動的な決定を困難にしている。タンパク質二次構造を形式的に決定する手法はいくつか存在する。例、DSSP Def、Define、Stride、Screw Hat、SST。The Dictionary of Protein 接近デリーストラクチャー。略称 DS、DSSP は一文字表記を使って、 タンパク質二次構造を記述するために一般的に用いられている。二次構造は1951年、タンパク質構造が実験的に決定されるよりも前に、ポーリングらによって提唱された水素結合パターンに基づいて割り当てられる。DSSP が定義する8種類の二次構造は以下の通りである。コイルはしばしば空白 C または ダッシュと表記される。ヘリックス、G、H、I 及びシートハイザーは全て妥当な長さを持つことを必要とする。これは、タンパク質構造中の2つの隣接した残機同じ水素結合パターンを形成しなければならないことを意味する。ヘリックス性、またはシート性水素結合パターンが短すぎる場合は、それぞれ T、または B と指定される。 その他にも二次構造のカテゴリーは存在するが、鋭いターン、オメガループ等、滅多に使われない。二次構造は、水素結合によって定義されるため、水素結合の厳密な定義が、決定的に重要な意味を持つ。二次構造に関する、標準的な水素結合の定義は、DSSP の定義であり、これは、純粋に静電的なモデルである。d s p は、 カルボニル炭素と酸素に、それぞれ 9.0.42e の電荷を、アミド水素と窒素に、それぞれ 9.0.20e の電荷を割り当てる。静電エネルギーはである。DSSP によれば、E が、より小さい時かつその時に限り水素結合が存在する。DSSP の式は、物理的水素結合エネルギーの比較的荒い近似で、あるものの、 二次構造を定義する道具として一般的に受け入れられている。生体高分子の大まかな二次構造含量。例えば、このタンパク質は40%のアルファヘリックスと20%のベータシートを含むは、分光法により推定することができる。タンパク質に対しては、塩種外、170-250ナノメートル円。変更二色性スペクトル測定が一般的な手法である。 208よび222ナノメートルにおける目立った二重極小はアルファヘリックス構造を示すのに対して204ナノメートルまたは217ナノメートルにおける単一極小はランダムコイルまたはベータシート構造をそれぞれ反映している。水素結合によるアミド元の結合振動における違いを検出する手法である赤外分光法も用いれるが あまり一般的ではない。二次構造顔料は NMR スペクトルの化学シフトを使って正確に推定することができる。アミノ酸配列のみからタンパク質三次構造を予測することは非常に困難な問題であるが、より単純な二次構造の定義を用いることはより扱いやすい。初期の二次構造予測の手法では3つの主要な状態、ヘリックス、シート、または ランダムコイルを予測することしかできなかった。これらの手法は、個々のアミノ酸のヘリックス、またはシートを形成する傾向に基づいており、二次、構造要素形成の自由エネルギーを推定するための規則を組み合わせられることもあった。このような手法が残機が三つの状態、ヘリックス、シート、コイルのどれを取るかの予測精度は、概して60%であった。 アミノ酸配列から二次構造を予測するために最初に広く用いられた手法はレッタ。精度の著しい上昇、80%近くまでは多重配列アライメントを利用することによってなされた。進化を通じてある位置とその周辺、典型的には前後に7残機に存在するアミノ酸の完全な布を知ることにより、その位置周辺の構造的傾向についてはるかに良い。 予想を立てることが可能になった。例えば、あるタンパク質がある位置にグリシンを持つとすると、それ自体は、その位置にランダムコイルが存在することを示唆する。しかし、多重配列アライメントにより、数十億年近くの進化を経ている、相当タンパク質の95%において、ヘリックスに多く含まれるアミノ酸が、その位置と、近傍に存在することを明らかにするもしれない。 さらに、その位置と近傍における平均素水性を調べることによって同じアラインメントがアルファーヘリックスと一致した残機ののパターンをも示唆するかもしれない。これらの事実は元のタンパク質のグリシンがランダムコイルではなくアルファーヘリックス構造に含まれることを示唆する。ニューラルネットワーク、隠れマルコフモデル、サポートベクターマシンを含む数種類の手法が 利用可能な全データを組み合わせ上記の3種の二次構造を予測するために用いられている。現代的な予測手法は全ての位置における予測に対する信頼性スコアも提供する。二次構造を予測手法は継続的に基準に従って評価された例。これらの試験に基づいた最も正確な手法はサム、ポルテ、プロフ、サブレであった。 改善のための根本的な領域は、ベータ差の予測と考えられている。ベータ差と確信をもって予測される残機についての、精度は高いが、これらの手法は一部のベータ差領域を見落としがちである。偽セ性 PDB 構造に対して二次構造クラス、ヘリックス、ストランド、コイルを割り当てる、標準手法、DSSP で割り当てられ。 この二次構造に対する予測精度が評価されるの、得意性のため、全体の予測精度には90%の上限がありそうである。最も単純なホモロジーモデリングの場合を除いて、正確な二次構造予測は三次構造の予測において、鍵となる要素である。例えば、明確に予測された6つの二次構造要素の、パターンベベーータタアルファベータベータアルファベータはフェレキシン。 折りたたみ構造の特徴である。タンパク質及び拡散二次構造のどちらも多重配列アラインメントに利用でき、単純な配列情報に加えて二次構造の情報を含めることでより正確にアラインすることできる。RNA では塩基体が配列よりもかなり高度に保存されているため、あまり役に立たない。一次構造が アラインできないほどに異なるタンパク質間の関係が二次構造の比較によって見出されることがある。天然タンパク質においてアルファーヘリックスはベータストランドよりも安定で変異に対して頑強で設計可能であることが示されてきたことからすべてがアルファーヘリックスによって構成されている機能性タンク質の設計はヘリックスとストランドの両方を持つ タンパク質の設計よりも容易であると思われており、最近実験的に確かめられている。1930から40年代、ライナスポーリングとロバートコリーは、ポリペプチド砂内において、アミノ酸やペプチド結合が、どのような形状をしているのかを調べるため、X 線構造解析を行い、渦のような平面構造をとっていることを突き止めた。ペプチドの CN 結合は、 CN 結合より0.13短く C イコール O 結合がアルデヒドやケトンの C イコール O よりも0.02短いことから次のように共鳴していると考えられている。ペプチド結合の共鳴エネルギーは平面の時最大値約8 5ールマイモルを取り平面から90ねじれると共鳴エネルギーはゼロとなることからも平面構造が非常に強いことがわかる。 ペプチド結合は普通トランス型を取り、隣接する C 同士は天体症の関係になる。シス型を取った場合、立体障害のためトランス型より約8キロジュールマイモールだけ不安定になる。しかし、プロリンの手前のペプチドでは少しだけ安定化する。このためプロリンの手前のペプチドの約10%はシス型を取っている。ポリペプチド差は、 平面構造のペプチド結合がつながっている。したがって、ポリペプチドの構造はそのペプチド結合面同士の二面角、ねじれ角で表すことができ、CN 結合角はファイ、CC 結合角はプサイで、それぞれの角度は C から見て時計回りに回ると値が大きくなると決めている。二面角とファイ、そしてプサイは立体障害のために様々な制約を受ける。 ラマチャンドランダイアグラム、または、ラマチャンドランプロット、ラマチャンドランマップとは、ファイ、プサイチ、各原子間距離の計算によって、立体的に許容される、ペプチドの構造の範囲を図示したものである。ラマチャンドランダイアグラムの示す、構造可能範囲は各アミノ酸の側座の、大きさによって変化する。例えばグリシンは、C がないため他のアミノ酸に比べて、許容範囲は、 ずっと広い。また、プロリンの側座は環状であるため許容範囲は極端に制限される、ファイイコール60度プラスマイナス25度。ポリペプチド差の各 C 炭素が同じようにねじれると、ヘリックス、螺旋構造をとる。ヘリックス構造はファイ、負債ではなく、1回転あたりの残機数、N、右巻きはただし、左巻きは、負。1回転で軸方向に進む距離。 p, 値、p で表される。p イコール0のとき閉環となり、p イコール2のときは平面リボン構造をとる。ポリペプチドのヘリックス構造の中で2面角と、水素結合形成の双方を満足する構造は、アルファーヘリックスだけで、クアミノ酸で作られる、アルファーヘリックスは、ファイ,イコール57度、プサイ,イコール47度、n イコール3.6、p イコール5.4である。 アルガーヘリックスでは、すべての NH 基が4残機離れたアミノ酸の C イコール O 基へ水素結合をしている。この時の N、O 間の距離は2.8で、水素結合には適当であり、解合エネルギーも最大となる。右巻き構造では、側差は外側を向いており、主差にとっても相互にも障害にならない。しかし、左巻き構造では、側差が 主査に近すぎるるため作られることは少ない。2.2リボン、3ヘリックスのような N という表示の N は、ヘリックス1回転あたりのアミノ酸残機数、M は、水素結合で閉環した構造の水素原子を含む、構成原子数を表している。アルファヘリックスを、この表記で書くと3.6ヘリックスとなる。右巻き3ヘリックスは P、P コール6.0で、二面角は、 ラマチャンドランダイアグラムでは、金性領域に入り、即差にも立体障害がある。このため、3ヘリックスはあまり見られることはなく、普通は、アルファーヘリックスの終端に1回転だけできる。また、2.2リボンは2面角が完全に金性領域にあるため、タンパク質中には存在しない。パイヘリックス、4.4ヘリックスも2面角が金性領域にあるため、 ヘリックスの途中にたまに見られる程度である。ベータシートは、ファイとプサイが同じ角度で繰り返し、水素結合が2本のポリペプチド差の間にある構造である。ベータシートには平行ベータシートと逆平行ベータシートがある。水素結合が適切にできるためには完全な平面構造、ファイイコール180度イコールプサイではなくひら、プリーツ状を取る。 ヒダの周期は7.0である。球状のタンパク質においてヘリックスやシート構造は全体の半分ほどで、それ以外の部分はループと呼ばれる紐状の状態をとる。球状タンパクでは二次構造の間にペプチドさが急にターンする場所があり、この部分はベータターン、逆ターンと呼ばれる。ベータターンには I 型と E 型が存在し、 両方ともアミノ酸4残器で構成されている。ベータターンは3残器離れたアミノ酸と水素結合して安定化するが構造がずれて水素結合できないこともある。また E 型ベータターンでは2番目のアミノ酸残器の酸素原子が3番目のアミノ酸残器の C と衝突するためほとんどの3番目のアミノ酸はグリシンである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。